はい、どうも、酒井でございます。久しぶりの更新です。ですね、皆さん、リップタイという会社知ってるでしょうか？インタビューとかに行ってる方とかね、まあもちろんご存知だと思うんですけど、ケーブルを止めるっていう、ただそれだけのためのものだけをひたすらこう作り続けてる老舗メーカーがありまして、リップタイというね、ケーブルラップメーカーがあるんですけれども、先日ですね、ツイッター見てたら、なんと、いろんなリップタイの製品を詰め合わせて1000円送料込みで売りますみたいな、そんな企画をされていてですね、これは買うしかないだろうと思ってですね、買ってみました。で、それが本日、てか正確には昨日なんですけど、届いたんで、今日はちょっとこれをね、開封して、中にどんなものが入ってるか見ていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、はい、これね、すごい意外としっかりパンパンに入れてますね。なんか内容1万円分ぐらいのものが入ってるって、結構高いんですよ、リップタイって。100均とかで売ってるケーブルラップと違って、もう耐久性とかね、使い勝手とかすっごいちゃんと考えられて作られてるんで、まあそこそこね、こうそこそこお値段するんですけど、そんなものがかなりいっぱい入って、まあ、お試しセットってことでね、1000円で売っておりました。まあね、たまにリップタイの SNS とか見てるとですね、アウトレットセールとかね、そういうのやってたりして、私すいません、そういう時にしかあんまり買ったりしてないんですけれども、まあ、そういう情報がね入ってくるので、興味ある方はぜひリップタイの SNS とかね、チェックしてもらえると嬉しいと思います。あ、でもこれは案件じゃないです。これちゃんとお金出して買ってます。はい、案件ください、リップタイさん、案件ください。はい、ということで開けていこうかな。シャーン、やばい、あ、やばい、住所が、まあ事務所の住所なんでね、あれですけどね。はい、ということで入っておりました、納品書と本体。さあ、何が入ってるんだろうな。よいしょ、おー、いっぱい入ってる。うわー、これです。これね、よくインタビューでサンプル配ってるやつの3本入りのやつですね。これ超嬉しい。あ、違うか、あ、でもそうか、じゃあちょっと違うな。ここにちゃんと書けるようになってるんだ。すごい。いきなり当たりが来たな。こんな感じになっていて、あ、これ鍵じゃないやつか。鍵のやつがあるんですけど、鍵じゃなくて、ここにこうスッてやってキュッてやればケーブルがグッと閉まって、で、あとここに何メートルとか、誰々の境のとかって一応書き込めるようなタブがついてる。これめっちゃ便利だな。それが3本入ってる。もうこの時点でね、ごめんなさい、この時点でもう元取った。で、それが、あ、こっちが鍵のやつね。ん？あ、鍵じゃない。これも鍵じゃない。ちょっと長いのか。鍵じゃないの。これが、ちょっと長いやつですかね。おー。これは名前書くとこはついてないんですけど、さっきのこっちのやつに比べると、結構長くなってるので、長尺のケーブルとかね、巻くのにいい感じですね。はい。お、エコノラップというものが入ってます。これはあれか。よ、これはもう完全に止めるやつがないんで、単純にこうくるくるっと巻いてピュッとやっとくだけなんで、外したらこう取れちゃうんで、ちょっとね、それ私あんまり好きじゃないんですよね。なくしちゃいがちなんで。でも、まあ、まあエコのなんで、その辺は安いんですけど、10本入りですね。はい、10本入りのこのエコのラップというものが入っております。お、これはやばい。エコのラップゴム紐、これね、めっちゃいいんですよ。これはさっきのエコのラップってやつの、ここにこうちゃんとゴム紐がついてるんですよ。なので、ここにケーブルを通しておけば、さっき言った外れちゃう問題がね、解消されております。これ赤っていうのもいいですね。これも、10本入ってます。すごい。おぉ、この時点でもう何倍、これだって1本100円だとしてもね、10本で1000円だから、もうそれで元取っちゃってるし。100均より安いですよ。はい、そして、まだまだある。じゃ、ちょっとこのちっちゃ、あ、ケーブルキャッチ。これちょっと気になってたんですよね。これは何かと言いますと、こういうね、両面付きの、粘着テープ付きの、見えるかな？ベースみたいなのがあって、で、これをテーブルにペタッと貼って、で、それの上ケーブルを置いて、パタッとすると、まあ、要はケーブルがテーブルから落ちないというね、グッズになっております。これちょっと事務所で
デスクに貼って使おうかな。それがね、大きいのとちっちゃいので2本ついてました。これね、でもちょっと使い切りっぽくて、配信先とかでね、なかなか行けないんで、これ事務所とかそういう方につけないといけないんで、気になってたけど買えなかった製品ですね。おー、ちょっと気になってたのを試せるのは嬉しいな。あ、エコノシンチという、エコノシンチというやつですね。このなんか、なんつうんだよ、D 缶みたいなのがついてて、これを要は、ここにクッとやって、キュッと。やって止めれる、グッと止めれるのかな、こんな感じで。なんかちょっとしたものをこう束ねておくのに結構便利で、私このすっごい長いのを持っててね、カメラバッグとかにこうレフ板の丸いのを固定するのにガッギュッてやって固定したりして使ってます。あ、ラップストラップ、ラップストラップというのがあって、これね、もうほんとビューなんですよ。なんでハサミで使う分だけ切ってキュッてやっとく用のやつですね。これもなかなか便利。ただやっぱりこれも要は止めとくあれがないので、こう外しちゃうとね、もうなくなっちゃうんで、どっか行っちゃうっていうやつです。はい。あと、あ、エコノシンチ EG というものがあって、これはですね、さっきのギュッギュッてやるやつのここにね、丸カンがついてるんですよ。ポン、なんて言うんでしたっけ、こういう引っ掛けられる。だから配信とかの時に、なんだ、ライブハウスとかの釘とか出てるじゃないですか。壁のとこにケーブルをこうやっとく。あそこにこう引っ掛けて、そこにこうケーブルを通して、ケーブルの導線作れる、グッズでございます。これはね、良いですよ。使用方法もこんな感じで書いてますね。あー、これはもうね、リップタイライトです。はい。これはもう皆さんご存知というか、まあ、よくあるタイプのケーブルラップですね。ここに通してキュッてやっとくとできるっていうのが4本ちっちゃいのから長いので入ってます。あとは、あ、カタログじゃない、カタログかと思いきや、ここにちゃんと同じようなリップタイミニというものがね、4本入ってました。こんな入って1000円はめちゃくちゃ安いです。買えた方はラッキーだったかな。もう本当に人気すぎてすぐ完売しちゃったみたいなんで、またね、多分リプタイさんのことなんで、次の機会にまた同じような企画をやってくれると信じてますのでね、楽しみに待って SNS フォローしてあげて、またこういう安売りのねタイミングを伺ってみてください。ということで、ただの開封動画になったんですけど、今回は株式会社リップタイさんが売り出した超お得1000円セットの開封動画でございました。参考になったら嬉しいです。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。酒井でした。バイバイ。